はい、タンタンです。マーチン続々入荷しております。で、今回はこちらですね。今年発売になったモデルなんですけれども、こう見ると普通の D28 ですが、一応こちらジョン・レノンの、D28 になりますね。で、まあ特徴的なのはまずはバックですね。まあ、こういった感じで、まあ、ピースサインをあしらったデザインになっていることと、あとは指板印で、ちょっとまあ動画だとちっちゃいんであれですけど、まあ、写真の方で見ていただくと分かるんですけれども、まあ、5フレットが月で7フレットが星ですね。で9フレットはこれ太陽ですかね。で12フレットが、ジョンのこのメガネですねのモチーフにしたこの印例が、ついているということと、あとですねヘッドの、デザインこういう感じになってて、ジョンのね、確かこれイマジンのサウンドトラックなんかのジャケットなんかにも多分使われてたと思うんですけど、ジョンの顔をモチーフにした絵が、こういった感じで、ついております。でこれに先行して、アニバーサリーのモデルですね、生誕75周年を記念して作られたアニバーサリーモデルっていう、もうちょっとこう派手な印例のね口輪だったりピックガードだったり、派手なやつも出てたんですけども、これはちょっとシンプルな、パッと見は非常に本当に D の28っていう雰囲気の一本になっております。まあ、お値段もね、あの派手なやつはかなり高かったんですけども、それに比べると少し価格も抑えられたモデルになってますね。で、ちょっと弾いてみますね。非常によく鳴る楽器になってますね。作りでこのジョルのね、あのもちろんモデルということでデザインはそうなんですけれども、あの楽器自体の作りの面でも、いわゆる、まあ、あのオーセンティックとかによく使われています。今あの VTS の処理を施したこのトップ材ですね、それを使っていたりとか、あとリアシフトのブレーシングパターンですね、 X がかなり後ろに交差する位置が来てるタイプのものになってたりするので、まあ、そのあたりもこのこれちょっとね芯のある、はっきりしたね音色で非常にこう力強く音がパンと前に出てくれる感じの楽器じゃないかなと思うんで、非常にまああの28としても使いやすい楽器になってるかなと思います。ジョンのねファンの方ももちろんそうですけれども、そうじゃない方にとってもまあ楽器としてねすごくいいものだと思いますので、一度ねこちら普通の D の28なんかと、まあ、比較してね比べてみていただければなと思いますね。はい、という感じで、ちなみにこれ中のラベルにもジョンの絵と書いてあって、これはですね一応このモデルの多分投資のシリアルになってると思うんですけども、こちらの個体に関してはこれ250番ですねになりますので、こちら D28 ジョン・レノンモデルですね。こちらの方、こちらも、なんとか限界までお安くギリギリのお値段を今回出させていただいておりますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。